美容 YouTube 1,2,3 3個1のヤッピです。こんにちは、タカです。ピンクセイからやってきたあなただけのお姫様、16歳コリアリこと森崎アリスです。恒例のコーデ対決をしたいなと思うんですけど、今日ね、僕の推しメンタカ君が来てるので、タカ君に俺たちがコーデを選んで対決するっていう。で、まあ、簡単に対決しても面白くないので、はい、こういうものをご用意いたしました。じゃあカード引いていきたいと思います。いっせーので、ポン、ニー、おー、やった、ほらやった、よかった。あー、待って、いい、絶対絶対ちょっと待って、無理なんて。はい、じゃあ早速コーデ組んでいきたいなと思います。レッツゴー。それではコーディネートしていきたいと思います。宝探しみたい、宝探しみたい。ないないない、え、ない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 、ここかな、ここあるんかな。これやで、チェックのボトムス、これにします。上は自由って感じ。上は自由。あ、可愛い、これめっちゃ可愛いけど、色をアクセサリーとかで差し色を入れようかなと思うので、いい、 T シャツはこれにします。負けた後絶対可愛い。未知な世界来た。これ可愛い、めっちゃ似合う。じゃあ見たいよ、これ可愛い。僕ほんまにね、タカ君が大好きなんですよ。歳も上でお兄ちゃんなんですけど、なんかちょっと頼りないんですよね。それがね、なんかすごい愛着が湧くんですよね。大好き。これってどうなってんの？こういうことね。違うよな、なんかもう未知の世界すぎて。なんなん、どうやってできそれ。俺こういうちっちゃいカバーを持たせたいんですけど、なんかあんまり色に挑戦したことないって言ってたし、ぽくない感じにしたいんで、逆にこう紫とかいっちゃおうかな。もう僕もめっちゃ未知の世界やけど、多分イケメンやったら何でも着こなせる精神でこれを選びます。あと、じゃあ靴選びます。あんまり触ったりしないで。見られる、見られる、見られる、見られる。何してるんですか。勝てたわ。靴ありました。かわいいかわいいかわいい、絶対かわいい。例えば、下これで、上にこれが来たとして、これにします。プーマの靴にします。 OK、 決まった。ヤッピ全部決まりました。イエイ。バッグ来てるじゃないですか。てかもうこれしかないですよね。私でも、私個人的にこれとか好きなんですけど、バッグは決まりました。私はこれにする。難しいな。わかんない、やっぱね、普段ダメだってピンク着てるやつに残しちゃう。あ、タイプ、タイプになってきた、タイプになってきた。かっこいい、かっこいい、かっこいい。でも下がわかんないし。待ってください。あ、かっこよくないですか。あ、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。あ、合わせていいですか。合わせていいですか。あ、もう結構出てきた感じですか。はい。お、めっちゃおしゃれ。送ってもらってですね。ピンク似合ってる。あ、めっちゃ似合ってません。いや、めっちゃいい。何してるんですか。見られる、アイテム見られた。一アイテム見られた。アイテム見られた。どっちもだって何。じゃあどう。いやー、うちのあれなんだ。あれ、何言ってるんですか。ちょっとどいてもらっていいですか。もういいです、本当に。え、どうしよう、どうしよう。ネイビーとか、靴のネイビー、ネイビーとか、かわいい、めっちゃかわいい。これにします。これでいいですか。もう大丈夫です、もう大丈夫なんで逃げてください。あんまりちょっと近づかないでいただいて。いや、もうあの、うちの推しメンなんで大丈夫です。大丈夫です、大丈夫。すごいバチバチしてるじゃん、怖い。怖い。かっこいい、かっこいいっしょ。めっちゃ雰囲気が違う。でもチャラい、チャラくないよ。チャラい、めっちゃかっこいいよ。これになったら嫌やもん。なんでよ、チャラい。でもでもね、これここにかけるシステム、ね、チャラい、チャラい、チャラい、チャラくない、チャラくない。でも女遊びしそう。いや、しないよ、格好が。
白パンは遊ぶで。白パンは遊ぶで。じゃあ、お願いします。おっしゃ。もうね、負けると思った今。許せない。ありがとうございます。いやでも、帰ります。全然どっちでも本当に悩んで帰ります。いや、どっちも本当に良くて、全然こういう普段着ないし、夏っぽさが一番出てるのが自分の決め手になったから。おぉ、この後ちょっとほんまに完璧にね、やってくんのやさぐれてるので、エンディングというか、変えたんでね、こう止めなきゃいけないんで、僕がすごい